いきなりポンです。先週俺は先週はやらなかったんじゃなかったか、そういう気がする。なんかこの間阻止されたような気がする。また連勝街道爆心したいと思います。それでは松本亀を準備はいいか。はいはい。じゃんけんパー。ちょきっとらかった。ヒッ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 。連敗街道を頑張ろう。じゃあ当たったじゃない、まあ、あの勝ったやつ当たった。はい、足立区。うん、えらい。寝たら最後さん。まあ、そういう人多いですよね。うん、寝たら最後起きないっていうのは、あの酒飲んでる時のドラムの井上さんみたいなもんですね。寝たら最後ですね。それでは可愛い文房具セットピーズバーをプレゼントします。おめでとう。でございます。実に昔の人はいいことを言ったもんでございまして、三寒四温というね、本当に3日寒くて4日暖かいという三寒四温、まさにその通りのなんかあの天候でございます、このところね。それにしましても3月の20日にね、石垣島では海開きっていうんですね。そうすると必ず新聞の活字ではですね、日本一早い海開きとかで出るんですけど、実際は1月1日に東京都の小笠原村でもうすでに海開きを毎年やることになってるんで、日本一早いのは小笠原村。あそこ海閉じないんじゃない、小笠原って、もしかして。そんな気もしますけどね。ではテイヤング今日のメニューでございますが、受験戦争も一段落いたしまして、ほっとした人も多いんじゃないかと思います。おはがきがドーンと今週増えております。おはがき大紹介、たくさん紹介しようと思います。今月は In Your World In Tokyo というテーマのお茶飲み話紹介大学、それから深夜の共演、お題はビッグエッグ完成記念というわけではないけど卵と、0時になりますとアネックスユーマークラブと、334回最後までゆっくりお付き合いください。ませヤクルトナイト&ラブ、さだまさしのセンヤング。この番組は健やかな明日を目指すヤクルトがお送りします。セイヤおはがき大紹介でございますね。今週はですね、青函トンネルが開通して1週間も経つんです。早いですね、さて考えてみるとね、あっという間にね。早速トンネルの中で立ち往生した列車まで出るという大変なイベントが行われておりますけどもね、東京ドームの第1戦、巨人阪神戦の前に江川投手の引退セレモニーじゃなくて引退記念投球が行われましてですね、掛布が見事に空振りをいたしましてね、で外角の山なりの球でございましてね、江川はよく落ちたって言ってましたけど、あれは球がお辞儀しただけじゃないかっていう意見がありましたですけどね、しかし最初のホームランを吉村が打って、それで最初の三塁打を田尾が打ったんですけどね、田尾はちゃんと50万円をせしめたと。あいつは本当にね、ちゃっかりしておりますね。で吉村もしっかりしておりますね。しっかりくん、ちゃっかりくんと呼ぼうじゃありませんか。2発目はもう何にもなしでしょね、だってジャイアンツの選手でも三塁打打った選手いたもんね、若手で。でジャイアンツの選手はホームラン3本出てるんでしょ、あの時。クロマティが3本目、クロマティなんかノーマネーね、なんかいう世界でございますね。さて、おはがきたくさんいただいております。元気で頑張っていきたいと思います。私はもう21日 のマイク・タイソンの試合でドキドキしておりますけどね、行ってくるからね、マイク・タイソンの試合へ。行くのよ、行くの、行くぞ。タイソンが明日中に引退しないことを祈ってますよ。本当にもう前に北の海に会いたくて行ったんですけどね、北の海に会いたくて新国技館に行くことを決めてて、4日目に僕行ったんですけども、2日目に引退しちゃいましたね。それで高野里を期待して行ったんですけど、高野里4日目から休場しちゃいましたよ。なんか非常についてないんで、タイソン大丈夫かな、タイソン休場なんてね。まあ球場行くんですけど、山形県の雨田裕二16歳、
さださん、政宗ブームに沸いた我が米沢市の鹿間というタバコ屋さんの張り紙にこう書いてありました。パイポの後のタバコは最高。パイポってそのためにあったんですか。パイポの後のタバコって最高なのかね、松本。いや、あんま美味しくない気がしますけどね。ああ、そう、ね、だってあれ禁煙するための道具でしょ。うん、いろいろありますな。さて、どんどん おはがきを読んでいきたいと思います。驚いてるやつがいる。ペンネームもくれん。今ものすごいもん見つけましたの。この切り抜きはゴールデンアロー賞の歴代グランプリ受賞者を第1回から並べたもんで、おま。よくさださんのプロフィールのところにゴールデンアロー賞受賞って書いてあったけど、実はごっついすごい賞やったんでんな。なんてった、どこでやつだこいつ。練馬区。練馬区でどうしてなまってるんだ。ジュリーに中台班ですって。八騎士行って超大物。それまでにもさゆり班や世界の三船班にあのケンさんがもらいはったエロでっかい賞だったんやな。わけのわかんない方言使うんじゃない。うちはゴールデンアロー賞の凄さを知らんかったし、さださんは大人物であったちゅうことがこれで証明できますって。そういや今朝テレビで服部先生が何遍もさだまさしって強調してはってびっくりしましたが、さんま班も天下のさだまさしですって言うてはったから、なんかわてはもう画面に向かって頭かいてしもうて、えらい自分のこと褒められたみたいで照れまんがな。別にわてが照れてもしょうがおまへんがな。こいつ何が言いたいんだか言ってたなんだかこれじゃね、屋台の酔っ払ったおっさんだって。ね、第1回エリチエミさんだよ。ゴールデンアローズ賞大賞は第2回が吉永さゆりさん、続いて市川染五郎さん、加山雄三さん、三船敏郎さん、浅岡瑠璃子さん、岩下志麻さん、藤恵子さん、越井吹雪さん、勝新太郎さん、高橋秀樹さん、萩原健一さん、萩本欽一さん、山口百恵さん、高倉健さん、さだまさしさんは沢田健二さんの次ですよ。でその後中台達也さん、坂木原郁恵さん、松坂慶子さん、尾形健さん、吉永小百合さん、ビートたけしさん、石田恵美さんと、ここにほら大賞が来てるんだ、ほらね、もう大賞の中に入ってるんだ。参ったか。参ってないな、誰も参ってないと思う。参ってない。受験が終わったと喜んでいるのは千葉市の中村正史四段。ああ、けん玉のやつだ。受験が終わった、自由だ自由だ自由。そして卒業式も終わった。そうすると暇だ。でもそんなことをしている暇はない。そう、まもなくあのけん玉道東日本大会が近づく。懲りねえやつだなこいつ。今年こそは絶対に絶対に。日時と場所はまだよく分かっていませんが、分かり次第お知らせします。見に来たい人、またはその近くの人、私の顔を見よう、なんてこう書いてある。すぐはがきが来ました。いよいよやってきました。昨年私はこの頃デビューしました。その元となったもの、そうです、あのけん玉道東日本大会が行われるんです。日時は3月26日土曜日、来週だ。3月26日土曜日午後1時、中野サンプラザ6階。意外なところでやるね。なんか意外なところで、武道館でやらないところがやっぱり可愛らしくて。中野サンプラザ6階、マッサンも暇があったら行ってくださいって。マッサンは来週は大阪へ行っちゃうんだ。ごめんね。来なかったら帰りがけ文化放送に寄っていきます。寄っても誰もいないんだこれが。ごめんね。そうか。まあ、いずれにしても連絡を待つ。連絡を待とう。こういうことでございますね。もう、余談ですからね。けん玉道の余談ってどのくらいの腕前か見てみたいね。うん。ひろたもなかなか、かなりのことを言ってましたけどね。棚秀敦、このとこなんか、三寒四温で陽気が良くなってきたせいか、やっぱり訳のわからない、ノリをしてるやつが多くて困るという感じが。福島市の棚秀敦、こいつも、とうとう咲いてる。はい、まさしさん、僕アレルギー鼻炎、そして花粉症、あなた友達。僕部屋でストーブ焚いてるの、だから時々窓開けて換気するの、オーケー。何を言ってんだこいつは。で、窓を5センチくらい開けるの、そしたらその瞬間にくしゃみ6発。ひどいでしょ。だって僕のお家目の前にずらーっと左右いっぱいに杉の林、オーケー。福島自然いっぱい、全部杉の林。近所には杉の家とか杉妻なんて地名があるほどです。皆さん、蓬莱団地、花粉症の人住めないところ、オーケー。うっかり家建てないでください。伊藤みどり万歳。棚秀は切れてると思ったけど、ここまで切れてるやつだった私は知らなかったけどね。何が OK だ本当に。もうやけになったんだね、頭動かないしね。頭動かないもんね松本ね。花粉症の発作が起きた時にはね、本当にどうしようもないっていう感じがいたしますですね。ペン名前ずんぐりむっくり、やっぱり本当ペン名前なんていうところがどうもね。松さん、おばんでやす。だいぶ前にラッシャー木村さんの話題がありましたね。
これは某雑誌フロムエに載ってたんですけど、某テレビ局でプロレス決定的瞬間大全集という番組の中で、ダッシャー木村マイク特集というコーナーがあって、その中で木村がこう叫んでたそうです。ババに、ババーババー、お前のサインが欲しいんだその後すかさず、ちゃんと木村さんへって書いとけよこの野郎ダッシャー木村という人、本当に何考えてるか分かんない人ですね。年中花粉症の人じゃないでしょうか。長崎から奇妙なハガキが来ております。長崎市の中川力、マッサン、見学者の皆さんこいつ気使うやつだな。マッサン、見学者の皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。少し時期が外れましたが、ふと疑問に思ったもんで、長崎ではひな祭りの時に桃カステラを食べますが、他の地方でも食べるんでしょうか。気になって昼も寝てしまいます。どうか教えてください。桃カステラって知ってる人いたら手を挙げてください。あ、何人かいますね。それはやっぱりきっとさだまさし関係でお知りになったか、あるいは長崎へ直接おいでになってお知りになったかだと思いますね。桃カステラというのは桃の形をしたカステラでございましてね、ああ平べったいんですけど、それで上にあの砂糖、あ、なんていうの、砂糖が乗ってんだよね。砂糖がビターっと乗ってて、ね、ちょっとね桃っぽくね、あの赤かったりするわけで、葉っぱはねちゃんとね、なんか落眼のどうにかなったみたいなやつでね、あの葉っぱの形がこうついてるね、桃の感じのカステラがあるんです。これね長崎でお祝いごとに使うんですよね。でひな祭りには特にねこれをね、あのお供えしたりするんですけどね、他の地方ではもちろん桃カステラの存在も知らないんだ。中川、桃カステラ私は大好物ですよ。私は大好物。あのね桃カステラの、あの砂糖をねこうね、取って食べるの好きなんです。取ってどっちを食べるの？カステラを食べるの。うん、砂糖だけ食べるのか。いや砂糖だけ食べる。砂糖はちょっと食べる、うん、あれねガバッといくとね、あ、もう歯がねもうゴワゴワになって痛い。うん、それでねあれをベラーっとこう剥きまして、それでちょっと折ってね、まあ、パクッと一口食べてこう一かけらぐらいこう食べると。そうだね、松本、え、聞いてるか。ええ、うん、だからじゃあしょうがない、悔しいね。桃カステラを広める会っての作ろうかな。みんな知らないっていうの悔しいよ。桃カステラ美味しいな。長崎のカステラ屋さんほとんど作ってますよ。売ってない。あ、そう、それはなんかお祝い事であれ特注なんですよ。特別注文、ね、空港のね、うん、中入ったところで売ってたんです。ああ、ねえ、そういうっかり、あなた運が悪いんじゃないですか。いつも売ってんですけどね。人間見て売らないんじゃないですかね、あれ。何が特別注文だって、ほんとに。おはがき行きたいと思います。そう、どれがいいかな、どれがいいかな。あ、クジャクの、クジャクが屋根に止まってたって話ありましたね。その人からのはがきですね。三橋由美さん、松戸市。いらっしゃい。突然ですが、クジャクの写真を受け取っていただけましたでしょうか。受け取りました。先週松戸で。ちゃんといただきました。それはうちの前の家の屋根の上です。一見生地にも見えますが、明らかにクジャクです。レイコさん、嘘だって信じなかったから、その写真見せてください。この前聞いたんですけど、クジャクの飛んでいるのを目撃した人もいるようなんです。クジャクだって鳥だから飛ぶでしょ。あ、来た。これです。この写真です。貴重なクジャクの写真。これは見学者の皆さんにちょっとこれ回しましょう。ね。見学者の皆さんにこう回しましょう、これね。これあのこういう風に回ったらこう後ろの方でこれ、あ、確かにクジャクだなってことちょっと確認してくださいね。俺が向こう行ってる時、松本なんか喋ってなさいよ、このマイクで。あのマイクでほら拾ってました。あ、そうなの、ね。よしよしよし。まあしかし、でも確かにクジャクに見えるよね。間違いなくクジャクだ、それはね。本当にね。間違いなく確認いたしました。レイコも認めておりましたので、どうぞご安心くださいませ。この番組を聞いてるといろんなことがあるというリスナーのおはがきでございます。群馬県の堤博之、いらっしゃい。マッサン、同姓同名の人って本当にいるんですね。3月5日の放送を聞いてびっくりしてしまいました。いきなり堤博之と私と同じ名前をマッサンが叫ぶもんですから、そのことで学校ではお前と同じ名前のやつが読まれてると友人から言われ、そのことから随分と話が弾んでしまいました。品川区の堤博之さん、聞いてますか。西安区にハガキを書くきっかけを作ってくれてありがとう。品川区の堤博之、群馬県藤岡市の堤博之がよろしく言ってると、今日聞いてるといいな。うん、聞いてるといいなと思います。これはラジオネーム木蓮さん、さっきわけのわかんない、酔っ払いのおじさんみたいなこと書いてくれた人ですね。春ですね、野球シーズン到来です。各地でオープン戦だよりも聞かれる中、いよいよ3月18日金曜日ビッグエッグオープンします。そしてその日は江川投手の引退、記念試合でもあります。相手はやっぱり阪神で、何か昔の出来事を思い出すそうな設定です。
昨年の引退発表でも巨人の応援先祖と誓ったのに、オープン戦が始まるとやはり気になってしまいます。グラウンドの面積が1万3000平方メートル、両翼100メートル、センター122メートル、フェンスの高さ4メートルという後楽園球場より全てが大きくなって、その上、チームのドン、江川投手も抜け、外野も美濃田選手を阪急からトレードしたものの、不安は残るし、なんだか今年の巨人は本拠地が一番の敵なんじゃないかと思ったりします。ところでこの球場はコンサート会場にもなるということで、ピッチャーズマウンドが昇降式で、場内の壁面も吸音性抜群だそうです。あのミック・ジャガーをはじめ、美空さんもお歌いになるそうで、何か話題の的といった感じのビッグエッグです。サンサーの大好きな長嶋選手が登場するのは、多分3月29日から始まるトーナメント戦の時か、4月8日の開幕戦でしょう。歌もよし、応援するもよし、千春さんと試合するもよしのビッグエッグですので、どうか一つ、佐々木客の方々、今年の暮れあたりにドカーンと一発、5万6000人収容のビッグエッグで、大盛り上がり大会を企画に流してはいかがでしょうか。あのタイソンの世界戦も行われるというビッグエッグで、祝15周年、明日の朝まで話したいを実現なさってはいかがでしょうか。もちろん神戸も今年は来年かなあるかもしれないので、無理にくれとは申しませんが、お忙しい沢さんのことですから、もう10月ぐらいまでスケジュールは詰まっているでしょう。鋭いねこの人、本当に10月までスケジュール決まってるんですけどね、12月のディナーショー兼コンサート、東京コンサートということでドカーンといったらどうでしょうか。さあ、松戸の次は長崎、長崎の次は東京で一つ、年男らしく、みこしを担いでみませんかって。あ、けど、そうやってみると15年目なんだよね、今年ね。ついこの間、デビュー10周年なんてね、コンサートをぶち抜きで、7日間、プラス1日の4日間やったような気がしてたけど、もうあれから5年経つんだね。時間の経つのは本当に早いもんだなと、つくづく思います。今週の1曲目、パトリック・スウェイズ、She is like the wind。教授、君はモラッチ教授だな。そういうお前は。改めましてこんばんは、さだまさしでございます。わけのわからないアタックを作るんじゃない。岐阜県の栗山明則の作品をお送りいたしました。セイヤングのアタックをカセットテープで作って送ってください。見事採用された作品にはニューカセットとセイヤングテレフォンカードをプレゼント。不採用でもニューカセットテープはお送りしております。では続いてこのコーナー、3000万人のためのお茶飲み話創価大学。はがきが受ければ図書券が送られる、しょうもない作品には味噌まで送られる、卒業できればテレフォンカードももらえちゃう、はがきカレッジお茶招待、いつもの略語だと お茶招待と聞こえるんで、お茶飲み招待と、こういう風にね、今日から言おうか、まあいいか。さて、今月のテーマはこれです。きっといるいる、きっといる、あなたの周りにエコーがない、あなたの周りにきっといる、陰気と陽気とノーマルと陰陽ザワールドイン東京。ようやくエコーが間に合いました。ほっとしてます。陰気、それから陽気、ノーマル、いろいろな人間がおりますが、この三者三様の模様をですね、皆さんで、確認してもらおうと、ね、観察してもらおうと、こういう In Your The World でございます。それでは作品を吟味いたそう。江戸川丹波、入学希望松戸市、プロ野球の助っ人外人愛称編、助っ人外人シリーズ愛称編、普通の助っ人の愛称、クロマティはクロウ、カムストック、カミなどのようにごく普通に呼ばれる。暗い助っ人の愛称は存在すら知られていない。明るい助っ人の愛称の場合、ジャイアンツ、ガリクソンの場合、運のつく助っ人、ガリクソ君。ちょっと変わった感じですね。ペンネーム、九太郎、卒業待ち、果たして卒業できるか。昔話シリーズ、金太郎。普通の金太郎、正刈を担ぐ。明るい金太郎、小錦を担ぐ。暗い金太郎、弦を担ぐ。ちょっと卒業難しいな、まだな。同じく九太郎の卒業待ちの作品、昔話シリーズ、こいつ昔話で卒業しようとしてるな。普通のかぐや姫、涙ながらに月からの迎えを待つ。暗いかぐや姫、迎えが来ない。明るいかぐや姫、JR 編集の時刻表で里帰りの計画を立て、ついでに費用の計算もしてみる。かなり受けた、なかなか良かった。
でも卒業っていうほどではないな。匿名希望、ライオンに乗ったツバメ。リカちゃん電話の3タイプ。普通のリカちゃん電話、リカちゃんがおしゃべりしてくれる。そりゃそうだ。明るいリカちゃん電話、リカちゃんのママや友達なんかまで登場してしまう。うん、暗いリカちゃん電話、留守番電話になっている。なるほどな。いいね。小麦ちゃんのパパ。普通の夜間、沸くと白い湯気が出る。良い夜間、ピーピーなって湧いたことを教えてくれる。悪い夜間、タヌキに戻る。いいね。なかなかいい先。入学希望は、及川淳子。カレンダー。普通のカレンダーは1枚めくるごとに新しい気分になれる。明るいカレンダー。1枚めくると赤い大きな丸で印のついた休日がすぐに目に入る。なんとも言えないカレンダー。めくってもめくってもマッサンが出てくる。うるさい。ペンネーム、冬常温3分の1回生。ゴジラの3タイプ。いろんなもん考えるね。普通のゴジラ、敵に向かって火を吹く。暗いゴジラ、敵に向かって塩を吹く。明るいゴジラ、敵に向かってホラを吹く。ホラ吹いてるゴジラ、今熱で寝てる。ペンネーム、すぐ卒業待ち。かぐや姫の、お、かぐや姫出た。かぐや姫3タイプ。普通のかぐや姫、満月が来るたびにしくしく泣いている。陽気なかぐや姫、満月が来るたびにディスコ、カラオケバーなどで夜遊びをしている。陰気なかぐや姫、満月が来るたびに全身に毛が生え、月に吠えている。それは狼のとこだって。しょうがね。ペンネーム、大バカさん太郎。公衆便所3タイプ。明るい公衆便所、扉が自動ドアになっている。暗い公衆便所、外側からしかドアが開かない。つまり一度入ると出られない。普通の公衆便所、トイレットペーパーがない。だからね。男女よしはる。修士課程の模範解答。ジグソーパズルの3タイプ。普通のジグソーパズル。最後のピースを入れるときの感激は最高である。さあ、大きければ大きいほどそうでしょ。明るいジグソーパズル。オルゴールが仕掛けてあって、最後のピースを入れるとファンファーレが鳴る。いいね。どこに来てもそうなるといいね。なかなかいい。暗いジグソーパズル。最後のピースがない。暗いだろうな、これな。これは、未完成のハガキ、修士課程の模範解答。マラソン3タイプ。普通のマラソンは 42.195 キロを走る。明るいマラソンは 42.195 キロをスキップする。暗いマラソンは 42.195 キロをほふく前進する。疲れるな。ペンネーム、高倉和人親衛隊2回生。長吉グループで、私たち喧嘩なんかしたことないわねっていう話題になった時の3人の会話。普通の子、やっぱりさ、私たちって気が合うのよね。明るい子、そう、やっぱり私がいるからよ。暗い子、誰かが我慢してんじゃない。これは実に何か説得力のある引用ザワールドだったんですね。はっきり言って南海ホークス1回戦。普通の大名行列。下に下にと言いながら歩く。暗い大名行列。ああ、新幹線があればなぁと悔やみながら歩く。明るい大名行列。じゃんけんをして、パイナッツプル、チョコレートと言いながら歩く。しょうがねえな。香川県の、これは小道郡っていうのだろうな、きっと。都の小町だろうな、きっと。溺れる者は久しからず一回生。不幸のハガキ3タイプ。普通の不幸のハガキ。同一文面のハガキを3日以内に5人に出さないと不幸になると書いてある。明るい不幸のハガキ。最後のところに、このハガキはフィクションであり、実際の人物団体には関係ありませんと書いてある。暗い不幸のハガキ。宛先不明で帰ってくる。ずっと書き続けたりしましてですね。なるほどな。これはね、もう何時間ですか、ちょっと待って。透明人間3タイプっていうのは林克也は2回生。普通の透明人間はいたずらをして人々を驚かせる。陽気な透明人間はテレビに出まくって金を稼ぐ。陰気な、どうやって出るの、陰気な透明人間は車に轢かれたのに誰も気がついてくれない。わかる、なんかこれで、そっか、私の好きなのはね、これはいいだろう。最後の作品、匿名希望の明日のショータイム。ナイアゴロの3タイプ。この着眼点が好きだ。
内野ゴロの3タイプ。明るい内野ゴロ。イレギュラーをしながら外野へ抜けていく。明るい感じがある。普通のゴロは野手に取りやすいように転がってくる。暗いゴロはワンバウンドして止まる。これ雰囲気出てる止まらない。内野ゴロの3タイプ。俺、こういう作品は非常に気に入っている。着眼点で勝負してほしい。それでは今週の合格者を選ぶ間の一曲。南野陽子さん、吐息でネット。はい、聞いていただいている間に今週の成績優秀生、それから特待生が決まりました。1000円の図書券がもらえる成績優秀生4名の発表。匿名希望、ライオンに乗ったツバメ。リカちゃん電話3タイプ。暗いリカちゃん電話、留守番電話になっているというオチでした。それから、小麦ちゃんのパパ、夜間。悪い夜間はタヌキに戻る。あの作品ですね。それから、匿名希望の明日のショータイム、内野ゴロ。あれが、なかなか、沢さん好きだった。それから、はっきり言って南海ホークス。明るい大名行列は、じゃんけんをして、パイナッツプル。あれでございますね。それから今週の特待生、高倉和人新鋭隊に2回生には5000円の図書券が送られます。仲良しグループで、私たちって喧嘩なんかしたことないわねっていう話題になった時のお三人の会話。普通の子、やっぱりね、私たち気が合うのよね。明るい子、そう、やっぱり私がいるからよ。暗い子、誰かが我慢してんじゃない。実に言い得てみようという作品でございましたね。今月は In Your The World In Tokyo、 生徒の力作を待っておる。以上、お茶の話商科大学今週の講義、おしまい、おしまい。ヤクルト、ナイト&ラブ、さだまさしのセンヤング。この番組は健やかな明日を目指すヤクルト、時刻表でおなじみの交際出版社がお送りしています。続いて好評、深夜の共演。では今週の初先生方からまずご挨拶の一言でございます。明るい金山ラドン先生。はい、今日八王子市民会館で某シンガーソングライターが開演前に失踪いたしまして。あの、便所行ってただけじゃないですか。それわざわざ、ね、館内に館内放送で呼び出さないと言ってもないから。人が便所に入ってたらね、市川からお越しのさだまさしさん、市川からお越しのさだまさしさん、もう大至急楽屋へお戻りくださいと放送してはんの、全体で。恥ずかしい。俺ステージ行こうと思ったらそのまま楽屋戻っちゃいましたよ。だからしょうがないな、ね。一方、はい、暗い柳下安安先生。はい、今日のお題は卵ですね。はい、そうです。私は卵を一層な顔して飲む人を許せない。ああ、生で生卵を一層に飲む人いるよね。唯一食べれないものですね、私が。生卵はダメ、はい、ダメです。あ、 生麦は生麦は大丈夫。生米大丈夫です。生卵だけ惜しかったですね。生麦が大丈夫っていう人は珍しいですよ。だけど生米が大丈夫っていうのは珍しいですね。ね、お腹の中で沸かしてご飯にしたのか分かりません。暗い山下さんのことですから、ありえないことでございます。それでは、私ただがま3人の選択でもって皆様から寄せられた句や歌を選ばせていただいております。今週のお題はですね、今週から卵に変わりましたね。それではお送りしましょう。金山ラドン先生から参りましょう。はい、千葉市の、小畑美恵子さん、いらっしゃい。これは句ですね。うん、お題、ビッグエッグ。ビッグエッグ、あ、来たな。ゴジラの子。ゴジラの子。いえいえ、あれは巨人の子。あー、うまい。うまい、ね。うまい、うまい。ね、うん、なるほどね。日本ハムの立場どうしてくれるんですか。うまい。そういうこともありますね。まあ、ね、はい、じゃあ、山下先生いかがでしょうか。はい。埼玉県川越市の猪俣浩一さん、いらっしゃい。はい、歌です。はい。来ましたね。生卵。生卵。つるりと飲んで真夜中に、おばばに迫るおじじかな。うわぁ。うわぁ。うわぁ、ね。うわぁ。生卵。うわ、僕は君だけだったら飲んだことありますよ。胆のうの検査の時。ああ。あの、胆汁を絞り出す効果があるんですね、卵黄には。ああ。うん。だからこう収縮するんですね、あれ。うん、だから時々ね、胆のう障害、時々あの、ほら、あの、疲れやすいっていう人はね、生卵なんか飲んでみるとね、うーなんて痛みが走ったらね、それは胆のうの障害の恐れがありますね。飲んだ方がいいんですか。いや、飲めばいいってもんじゃありませんけどね。ええ。金山さんはまあ、飲みすぎないように気をつけて。三重県亀山市の服部志門さん。小西くん、うん、まさしの卵じゃないかいな、う
将来あいつシンガーソングライターになるかもわかんない。意外にね、俺サインもらいに行こうしたらハガキ取っとけ金山ラドン先生と、はい、市川市の鈴木敦子さん、はい、はい、これは歌うんでしょうね、はい、好きなもの、好きなもの、大砲長島卵焼き、子供が子供でいられたあの頃。本当だ ね、 ね、本当巨人大砲卵焼きって言いましたもん ね、 そうね、あ、うん、長島加山ビートルズ、あの時代です ね、 ね、山下先生どうですか、はい、栃木県の田舎のキリンさん、いらっしゃい、また生卵ですね嫌いって割にはそんなものばっかり引きずりますね、はい、参ります。生卵、生卵、飲んでかまとぐババを見て、じじは日向で桜湯すするそのね、じじとババから離れえやあんたなんでそのじじとババばっかり行くんですか、あんた。じじババ攻撃、はい、ね、じじババの木ってなったね、じじババの木、じじババの木ってありますよね、知りません、おかしいな熊猫さん、はい、お題卵、オムレツに、うん、殻の歯ごたえ隠し味。ありそう。これはあるね。ジャリなんて言ってるんだね。ドキッとすんだ、ああいうときは。金山ラドン先生、どうぞ。はい。横浜市の佐藤美智子さん、いらっしゃい。これは、本当の歌ですね、これ。はい。卵の親はピヨコちゃんじゃ。ピッピッピヨコちゃんじゃ、アヒルやガーガー。ね。と。歌なの。え？それは、てんやわんやのネタでしょ、それ。卵ですよ。ピッピッピーヨコちゃんじゃアヒルじゃガッガッってやつだね。素晴らしいですね。どこが素晴らしいんですか本当に。ただ陽気なだけじゃないですか。山下先生、一つ奥田くまとお願いしたいと思います。はい。千葉県印旛郡の林田文雄さん、いらっしゃい。歌です。気になるな、ビデオが。どうぞ。喧嘩して顔に飛び散る生卵、舐めて飯食う朝のひととき。うわ。うわっ、あんなご家庭でございますね、卵の投げ合い。私は久しぶりに小玉よねこさん、これは句でございます。お題卵、親鳥が覗く巣箱や森の春。うん、どうです、綺麗でしょ、ね、親鳥が覗く巣箱や森の春。さあ、決めの一句参りましょう。金山ラドン先生、はい、神奈川県の匿名、大学受験ラジオ講座さん、いらっしゃい。これは見事な句ですよ。はい。親子丼、うな丼、天丼、卵丼。素晴らしいね、これは。これはすごい。卵。うな丼に卵使うかな。いるんだ、たまには、そういう人が。どうかな、はい、親子丼が上手だよ、うん、あのこの間僕がね、あの親父とちょっと口喧嘩してましてね、はい、その時に親父がたまたま親子丼ぶりを食べてたんですよ、うん、でそれが食べるきっかけを失って、うん、もう随分時間が経った親子丼ぶりを食べてて、その前にちょっと口喧嘩したの、うん、親父がパッと蓋開けて僕に見せて、うん、冷えた親子ってうまいね、あ、俺思わずね、さっきぶつくさ言ったの忘れてね、座布団1枚あげちゃった山下先生どうぞ。はい。三重県の壇上義晴さん、いらっしゃい。久しぶりですね、壇上さん。参ります、はい、句です、はい、鉄板の上でもだえる半熟ひよこ。うわぁ、やめなさいそういうの食べる、そういう料理あるんですよ。もう間もなく孵化するっていうのを食べる料理ってありますよ。まあ食べたかないですけどね。小畑美恵子さんは千葉市の方、お題卵、ビッグエッグできました、はい、雨の夜も、うん、泣いた流れず祖母早寝、うん、おばあちゃんはね、本当に見る番組がなくなっちゃうし、楽しみなかったです ね、 ううで、 ね、 ね、では今週の入選者を選ぶ間の1曲です。今週の選曲リクエストプレゼント、当選者は福島県の佐久間玲子さん、文化放送特製のステーショナリーカーをプレゼントいたします。朝のメニュー、渡辺真知子さん。朝のメニュー、渡辺真知子さん、聞いていただいている間に各賞の入選者が決まりました。金山ラドン賞、はい、ラドン賞は、千葉県の新田ひふみさん、はい、サナダムシ、卵を私に産みつけた、今夜はサナダ記念日素晴らしいですね何が素晴らしいんですか、そんなものは。やめなさいよ、サナダムシ知らないからそんなこと言うんでしょ見てごらん、怖いから、はい、山下安安先生、アンガン賞は林田文雄さん、喧嘩して顔に飛び散る生卵、
舐めて飯食う朝のひととき。お暗いご家庭でございますね。はい。そして、さだがマンションは佐々木純子さん、中野区の方にお送りしましょう。これはよくできました。句です。はい。恋という卵を孵化する愛となる。恋という卵を孵化する愛となる。健闘を祈る。以上、各賞入選者にはこれを着ると歩こうと思うのになぜか自然に足がスキップしてしまうというラップ現象付き、丹波哲郎さんもおすすめというフリーフライト特製のトライ T シャツをプレゼントいたします。来週のお題もう一度卵、その次の週はもう4月になります。そこで4月からの 週のお題は弾む、弾むでいただきましょう。ぴょんぴょん弾む、心も弾むスプリングでございますね。俳句か和歌を作ってあなたにはスキップレイがついているというトライ T シャツをもらおうではないか。以上、深夜の共演、おしまいおしまい。さて、またおはがきに戻ります。こういう人もいるんだなと、名前が書いてないのが残念だな。東山の消印が押してございます。いらっしゃい。皆さんはじめまして。私は高校生、もうすぐ2年の16歳です。実は私、今とても大きな悩みがあるんです。高校生の悩み、おじさん苦手だな。というのは、私この年になっても一人で電車に乗れないんですって。というか、理屈では分かっているんですが、いざ乗るとなぜこんな鉄の塊がこんなに人を乗せて走るんだろうと考えると、いつ脱線してもおかしくないような気がして、肩に力が入って頭痛がして気分が悪くなるんです。ましてや飛行機など、遥か遠くを飛んでいるのを見ただけでめまいがします。うちの両親は生まれてくる時代を間違えたんだねと、産んだ自分たちを棚に上げて私の責任にします。私は一生電車に乗れないんでしょうか。宇治市で電車通学があるというだけで私立を諦めた。本当に電車がダメなんだね。で、バスは平気なのかな。電車がダメでバスが平気っていうのも妙な話だね。まあそれは電車ですから、それは脱線する可能性はあるけれども、もう今はね、随分科学っていうのはすごくてねって俺誰に話してるんだ。うん。で、飛行機だってね、航空力学学んでる僕の友人に言わせるとね、今のジェット機なんていうのはね、落ちる方がおかしいんだということを説明してましたね。あれは飛ばない方がおかしいんだと。飛ぶように作ってあるんだと。あれは飛ぶように作ってあるんだから飛ぶんだって僕説明されてからだいぶ気が楽になったような気がするんです。それまであんな飛ぶはずないと思ったら、それは考え方が違う。こういうものはね、気持ちの問題なんですよ。でね、乗れると思ったら乗れるの。乗れないと思ったら乗れないね。これはね、コンサートと同じ。乗れると思ったら乗れるんです。乗れないと思ったら絶対乗れない。こう思うなんですね。だからね、どんなに体調が良くてもね、さあ行くぞって出てってね、皆さんこんばんはーっていう時とね、どうもこんばんはーっていう時とではね、一部の間中は、僕は一部二部でやってますけど、一部の間中はね、持ち上がらない。自分も。あれね、嘘でもね、どうもーなんて出てくとね、いきなりなんか自分で浮き上がっちゃうんだろうね。今日の八王子なんか楽屋からおかしかったんです。私は楽屋からおかしかった。なんと同じにね、妙なムードがありました。今日の八王子、八王子の皆さん本当にありがとうございました。風に立つライオン、アンコールで風に立つライオンが終わりまして、でそれが終わりまして、本当に良かったなと思って帰ろうと思ったらば、また呼び出されまして、で呼び出されてメンバーも呼び出して、主人公って歌を私歌ったんですけども、メンバーあったらね、あ、八王子行ってたんですか？メンバーったら、いやーね、人が風に立つライオンを歌ってる間に、着替えてるのよ、ちょっと。それで私服で頭かきながら出てきてんの。とんでもねえ奴らだと思いましたけどね。まあそういう連中なんです、あいつらは。まああんまり気にしない方がいいんじゃない？動くもんなんです。飛ぶもんなんです。そういうふうに思えばいいんです。あれはそういうもんなんです。じゃあ、なぜ、自分は生まれてきたんだろうって悩み始めるからね、そんなこと考えるとあんまり悩まない方がいいんじゃないですか？気楽に乗ってみれば、気楽に、いやなんて、乗ってみたらどうでしょうか。電車が大好きっていう友達持つとかね。そういうのがいいかもわかりません。さて、11時台最後はちょっといいハガキですね。それじゃあこのハガキ読みましょう。千葉市のペンネームドナルドのため息さん。3月11日、私中学校を卒業しました。中学校を卒業した人とは思えない立派な文面でございます。どこの学校でも配りますね、卒業文集。その中の先生方からの言葉のうち、すんばらしく良いのがあったのでご紹介します。人間は、する型とさせられる型に大きく分類でき、この二つは区別がつきにくいのですが、行動パターンで識別できます。する型は一人で行動することが多く、させられる型は複数でないと行動できません。そのため、させられる型は、
他の人間の行動に対し非常に敏感で常に周囲を気にしています。互いの関心はさせられる型からする型の方向で高く、多くは敵意の形で現れ、させられる型はする型を笑い物にしたり石をぶつけたりしながらさせられる型同士の連帯感を確認し合います。そうされた時傷ついたり謝ったりするのがさせられる型で、相手を哀れに思っても行動に変化がないのがする型です。する型は少数で減りつつあり、させられる型は多数で増えつつあり、お互いを向こう側の人と見ています。卒業おめでとう、君はどっちかな。この先生、真島先生とおっしゃるんですが、直接私たちとは関わりがなかったし、その熊のような容姿から体育の先生と思っている人も多いんですが、美術の先生なんです。授業で黒いビニールで作った巨大なクジラを空に浮かべたり、上手とは言えないながら独特の味のある字で綴られた4分の1ページ。本当に素敵な先生でした。あまり話をする機会もなかったけれど。何か考えさせられるようなご意見ですね。人間にはさせられる型とする型に大きく分類できる。なるほどなとふと思ったりします。さあ、あなたはどっちかなと。今日はサイモンとガーファンクルの4月になれば彼女はをおかけします。3月20日になりました。午前0時です。改めましてこんばんは、さだまさしでございますよ。今週は文化放送からお送りしているセイヤングアネックスでございますけどもね、地震にね驚かれた方も多いかと思います。まあ聞いてらっしゃる大阪まではね揺れなかったと思います。大阪の人でね、でも僕この間地震の話をしてて、なるほどなと思ったのは、東京に遊びに行ってる時に友人の家で地震にあった。その時に東京の人感心したのはすぐに火を消したって言うんですね。大阪の方ではあまり地震もねないせいかね、もう地震に敏感になって地震が来たらすぐ火を消しましょうとかって、そういうことでしょっちゅうしょっちゅう言ってないんですからね。あれには驚きましたねなんて、どこでもそうなんですかなんて聞かれましたけどね。東京の方では地震が来たらまず火って、もうとにかく地震が来たら火ってこういうね、ジヒッもうこういう風になったんですね。あ、こういう意味じゃもうすごいですね。本当に火事だけが一番怖い。本当に一番怖いのは災害の時に一番怖いのは人災ですからね。二重災害っていうのを防ぐためにやっぱり頑張らなきゃいけない。ことにこのところ群発してますんでね、ちょっと気になりますけれども。あまり気になる気になるっていうと、かえってパニックを引き起こす恐れがあるんで、あまり騒がない方がいいかもわかりません。岩手、大阪、名古屋で聞いてらっしゃる皆さん、いらっしゃい。今週もアネックスで30分間一緒に過ごしてください。さだまさしのセイヤングアネックス、この番組はリクルートをお送りします。僕たちの関係って何だったのかな。新しくなったフロムエってボリュームが増えて、なおかつ見やすくなったんだって。本気だったんだけどな。読み物やイベントも盛りだくさんなんだって。僕今日から働くよ。やれやれ。3月22日発売のフロムエ関東特集は、気合を入れて、いわゆる業界。とかく、この世は、From A 高田文雄、昼掃除、柳ジョージ、電気工事、鶴太郎、弁当屋、ピーコ、キャディ、村松智美、布団屋、古舘一郎、お歳暮配達、高田健三、清掃車、サンプラザ中野、交通料所、所ジョージ。みんな昔は、A だった。フロム A で好評連載中、有名人100人の無名時代のアルバイトの話が本になった。その名も、フリーター、880円で絶賛発売中。とかく、この世は From A 有名になった時に備えて、私も無名時代のバイト体験記書き始めました。まさしー、みんなこんなに待ってるんだぞ、早く帰ってこーい。これからが本当にお前をみんなが必要とするんだぞ。わけのわからないアタックが増えてきました。埼玉のどこが嫌、熊谷の吉岡博の作品、セイヤングアネックスのアタックをカセットテープで作ってください。見事採用された作品にはテレフォンカードをプレゼントいたしております。今週最初のハガキいきましょう。茨城県の春ジョーンのひなさんからいらっしゃい。さださん、そして皆さんこんばんは。このところの暖かさにつられ、お風呂上がりに星を眺めることが日課になっています。
三寒四温ですからね、あまりあの いつもの調子、この間暖かかったからって寒いのを暖かいような錯覚で表出てると風邪ひきますから、今風邪流行ってますから気をつけてくださいよ。付き合わされる犬は迷惑顔でございますが、最近では私が庭へ出ると犬小屋へすぐに潜り込んでしまうんですよ。佐田さんは春は北斗七星からやってくるというお話をご存知でしたか。北斗七星の秘釈の中には春の種が入っていて、あの秘釈が傾くにつれて春の種が地上にこぼれ落ち、春がやってくるんだそうです。そしてまた少しずつ秘釈の中には春の種が集まり、また春がやってくるという、星の動きに合わせたちょっと素敵なお話でした。というこんなね、素敵な話を知らせてくれました。それでは今週のこのアネックスの有名なコーナーでございます。このコーナー行きましょう。情けなくなるテーマでございます。ペンネームマッチョマン、いらっしゃい。ユーモアクラブに初めてお便りします。古外の陽気も僕の頭の中もすっかり春めいてまい、りまして、世間の女性がみんな美人に見える今日この頃であります。言えてる。春先になると、ね、女の子急に可愛らしくなるね。一つは色とりどりの服を着始める。うん。そしてなんとはなしに薄手になる。もうだから渋滞が気にならない今日この頃です。この間面白いことがあったので書きます。僕は夜バイトで学習塾の先生なるものをいたしておるんですが、土曜日の小学校5年生の国語を教えていた時のことです。その日は僕が作った漢字テストをしていました。支出という言葉の反対語を書けという問題で、難しいね、支出ね、支えるという字に出るという字、支出、難しいなこれ。お、一人の女の子が、先生これどういう意味と聞いてきたんです。あ、意味を聞くようでは答えは書けませんね。これは支出と言ってね、例えば物を買うときお金を払うだろう、そういうお金を支払う、そういうことを支出って言うんだよ、と言うと、じゃあ反対はって言うんで、いやだからさ、例えば物を買うときにさ、お金を支払うでしょう。支払うことの逆でお金を、ま、もらうということだね、とヒントを出してあげました。なんだろうなぁ。僕は、ちょっと難しいなぁ、と言って、5年生には無理かなと思ったんです。答えはもちろん収入で、その子は少し考えていると、あ、わかった、物を買うときお金を払った反対でしょと言いました。うん、そのもらったお金のことだよと念を押すと、わかったもんね、ヒーヒーヒーと言って隣の子が覗こうとすると、見ちゃダメと言って隠したりしてました。後でその子の答案を見て思わずひっくり返って笑ってしまいました。答えの欄にははっきりこう書いてありました。お釣り。僕は罰にすることはできず、横に小さく収入とも言うんだよと書いておきました。でも本当に小学生って可愛いですね。で、一度教えたことは必ず頭の隅のどっかに覚えていてくれるんです。すごく柔軟な頭脳を持っています。小学校の先生、よろしくお願いします。こういうはがきですね。わかる気がするね。大阪府の渡辺さゆり、ラリホーゲロヨン。吉野さんいつもいらっしゃい。ラリホーマさん、お元気かしらって。大阪の子は明るくていいな。ああ、もうすぐ4月。4月になれば、まあ、さんのセイヤングも我が大阪地区も生放送1時間区域に入りって、どうして知ってるんだって、どこで情報が漏れてるんでしょうね。私、ゲロヨン様の土曜の深夜も、ひとしお盛り上がってしまうのですね、ウレピー。ところで今日はちびっとおしゃれな情報を提供しませう。私、ゲロヨン様の妹はただいまバリンバリンの小学1年生。これがただの小学1年生ではなく、今巷で流行っているカカシの歌える1年生。何、カカシの歌える1年生って。この我が妹、カカシの歌える1年生が学校から持って帰ってきた1年3組学級だよりを読んでいると、すんごい記事にゲロヨンの目がジャストフィット。1年、明るいな、しかしこの子は。1年3組で栽培したチューリップや大根の観察なんです。一言感想を生徒たちが書いてたんです。まず1人目、チューリップの感想。チューリップの花はロケットみたい。わかるね。これに続いて大根の感想。大根の葉2つね、こうパッとこう出たわけですね。双葉が出た。大根の葉っぱは切ない。はあ、果たして小学1年生が大根の葉っぱを見て切ないと思うものなのでありますか。チューリップの花はロケットのようなのに、全く今では小学校1年生がかかしを口ずさみながら絵日記をつける時代なんですから、
さすがのゲロヨン様も、あた開いた鼻の穴は二度と塞がりませんでした。アレルギー性鼻炎到来です。マッサン、来週には、セイヤング大阪地区完全生放送を目指して頑張ってください。努力いたしたいと思います。さて、次のおはがき、茨城市は大阪府の方ですね。大阪府増えてまいりました。あ、楠の木玲子、懐かしい、いらっしゃい。楠の木玲子は、かつて、私が気まぐれ容疑者という番組を大阪でやってる時の常連であった。あ、生きてるな、こいつは。いやさ、頑張ってますね。私の切ない出来事を聞いてください。先日のとある土曜日、この日はとても寒い日でした。正座をして本を読んでいたところ、変わった癖があります。突然鳴り響く電話の音。急いで立ち上がったんですが、私の足は完全に痺れていました。で、結果は左足の親指にひびが入ってしまったと。あらららら、大丈夫かい、本当に。添え木をして包帯をぐるぐる巻かれて、どんな事故にあったのかと思えば、と家族全員が大笑いするんですよ。突然かかってくる電話が悪いんだと言い切り立つ私に、父は一言、おおむね電話というものは突然かかってくるもの。そりゃそうですね。春からこれでは先が思いやられます。皆様もくれぐれもお体にはご注意くださいませ。こういう大阪頑張っておりますな。うん。男女吉春は三重県の上野市、ユーモアクラブ恩中とこう書いてあります。私は現在転勤先の宿舎で3人の独身者と共に共同生活をしておりますが、その中の単身赴任の人から先日ものすごい話を聞きました。いつものように2人で酒を飲んでいた時のこと、突然マッサンの話題になりました。その中でその人はこう言うんです。そういえば、さだまさしの曲でダンスをやったことがあるな。中、彼は社交ダンスをしています。思わず目が点になった私に追い打ちをかけるように彼は続けました。曲は確か無縁坂だったな。なお曲自体はキューバルンバ風にアレンジされて歌詞は入っていないです。当たり前だったのが、母がまだってどうやって社交ダンスするんだ。またその他に関白宣言もダンス用にアレンジされたのがあるそうですが、無縁坂に合わせてステップを踏む男と女、思わず私は合唱してしまいました。本当にマッサンの歌はいろんなジャンルで愛されているようでございまして、リスナーの皆様の中でこの他に、え、こんなところにマッサンの曲が、こんな話を知っている方、ぜひセイヤング発見、こんなところにマッサンの曲コーナーまでおはがきをって、勝手にコーナー作るんじゃねえよ。こういうはがきが来ております。本当に意外なところでね、自分の曲を聴くと本当に鳥肌が立ってしまいますがね。それでは曲を聴きましょう。新井雅人さん、素敵にテイスティコーナーはちょいと一服、オルゴールを合図にお茶の用意をしてもらいましょう。今日はですね、牧野が入れてくれた文化放送のお茶です。
あれだ、しかしやっぱ男のお茶っていうのはこんなもんなんだ。もうこぼれんばかりにお茶が入ってるって、紙コップに。熱くて持てねえっていうの。また熱いんだこれが。でも結構、うん、うまい。うん、結構いいなこれ。こんなハガキが来てんだな。二十歳になるって横浜市のね、立脇稽古からこんなハガキが来た。いらっしゃい。今度の土曜日3月19日って二十歳になります。選挙権が得られるなど、成人、大人として認められるわけですが、精神的に年齢に追いついていないような感じがするんです。まだまだ子供のままなのに責任だけが与えられるみたいで、自分で常に意識していれば済むことかもしれませんけど、ついその時々の感情に任せて行動してしまい、後悔することが多いです。先日もクラス会で酔いつぶれ散々迷惑をかけました。急いでいた時に横から割り込んで電車の切符買いました。バイト先の店長に注意されたことが素直に聞けず喧嘩になりました。クビにならずに済んだけど、キセル乗車が見つかった時もなんで今日に限ってと思ってしまいました。普段は女だからって差別は許せない。男女平等、同等であるべきだなんて言ってるくせに、酔っ払って一人で歩けなくなっても、男と同じ風には誰も扱ってくれません。随分迷惑かけてるはずなのに、女だからって特別扱いされる。そうさせてる自分が情けないです。もう本当に自分が嫌でたまりません。18日と19日、だって年齢が変わるだけで、昨日と今日ほどの違いしかないはずなんですね。で、大人になりたいけどなりたくない。精神的に大人になりたいけど、そうなる前に年齢だけ大人になってしまうのは嫌だ。精神的に大人になることは、子供の頃の素直な心を失うことというわけではないはずですよね。なんか私ってダダっ子みたいですね。わがままで人の言うこと聞けなくて、子供の悪いところばかりを残してしまったみたい。周りのみんながいつも笑顔でいられればいいなんて偉そうなこと言って、自分が些細なことでイライラしたり腹立てたりしてんじゃ、まだまだだなって思います。道に迷い苦しみ、時には人のそしりを受けて、それでも笑って胸張って生きられるほど強くなりたい。そしりを受けても胸張っているためには自分が恥ずかしくないように歩かなければいけないんですよね。生成る点は私にとってバイブルです。私もそんな風に生きていきたい。これは別に自分がね、生成る点っていうのはまあ自分の曲ですけど、そういう風に生きてるから歌ったんじゃなくて、そう生きたいと私歌ったわけですけどね。まあ本当に身につまされるね、こういうハガキ。みんな思い当たるとこあるんじゃないの。で、本当に俺なんか30、もうすぐ6だぜ。でもガキだよね。本当にそういう意味じゃどうしようもないと思うんだね。そう、バイト先の人と喧嘩したの。しょうがないよ、人間どうしたか喧嘩もするさ。兄弟だって喧嘩するもん。親子だって喧嘩するもんね。だからしょうがない。まあ、こうやって悩んでんだな。いいね、だけど。俺がだって、二十歳前って言ったら、一番辛かった時期だね。一番辛かった時期。ちょうどね、大学なんかつまんねえと思ってね。それで、学校行くよりもバイトしてる方が面白くて、バイトばっかりしてた日でね。で、夕方の6時から夜の、まあ一応12時って約束だったんだけど、ちょうどまた12時頃混んでくるんだ。独身寮が多かったから、そのお店、飯屋さんだったんだけど、皿洗いって約束で入ったんだけど、そのうち、なんかさ、いろいろ作らされたりしてさ、で、12時頃混んでくるときに、それじゃあ、お時間が来ましたんでって帰れないたちなんで、で、引けるまで待ってると1時、2時になっちゃって、2時になるともう閉店だから、その後片付けすると3時になっちゃって、で、それでもなんか自分をいじめ足りなくてね、なんか、割とマゾヒスティックなとこあるみたいね。で、どんどん、なんかね、自分に辛いことがあると、どんどん忙しくしちゃうってタイプなんです、僕はね。で、一つは怖いのかもわかんないね、考える時間がね。だから、働くってことになると、動いていればいいから、すごく楽になるから、ワーカホリックに陥ってしまうっていうところがあるね。で、必死で働いてね、それだけでは物足りなくてね、朝8時から夜5時までペンキ屋さんのバイトしたりしてね、あの頃は楽しかったな、青空でやるんですよ、ペンキっていうのは不思議に。それはそうです。青空でね、ペンキをこうやって塗ってるとね、もう嬉しくてね、屋根のペンキ塗りなんて言うとさ、もう前のやつザーッと雑に削り落と、あれ雑に削り落とさないと次塗れないんだよね。ピカピカにしたって怒られたことあってね、佐田くん、本当によくやってくれたけど、それ塗りにくいんだよね、なんて言われて、それで嬉しくなっちゃって屋根の上に漫画描いたりなんかしてね、でずっと漫画描いたら、社長さんが上がってきて、佐田くん、漫画描くとね、跡が残っちゃうんだよね、なんで、本当にまた削ったりなんかして迷惑かけたりして、いやー、一番悩んでた時だ、体壊したのも19だったしな、まだまだ、まだまだ、これから、俺もあの頃は自分がどうなるかなんて分かってもいなかった。まだまだ時間はあります。3月25日に発売になります。CD シングルからお届けします。黄昏まで、佐田正史です。
まあ卒業のシーズンということでね、もうなんだかいろいろテレビの影響とか映画かななんかの影響でなんかこう袴姿のお嬢さん方が目につきますね。袴でやっぱみんなあっちもこっちもハイカラさんになっちゃってね。うん、でもなんかね僕はね あれ見ててね決して悪くないなと思うんだよね。似合う。うん、やっぱりまあこんな言い方別に僕あれですよ、保守的なつもりで言うんじゃないですよ。だけどやっぱり日本の女性っていうのはやっぱり日本の民族衣装っていうのはやっぱり一番似合うね。とってもよく似合うと僕は思うけどね、着物とかね。いやそれは体型のことを僕言おうとしてるんじゃないですよ。それは例えば体型のこともしっかりですけど、それはもちろん中に含まれてるね、包括してですよ。やっぱ日本の女性は着物似合うよね。うん、いや洋服が似合わないって言ってるんじゃないですよ。なんで俺そんなにフォローしてんだろう。俺自分で話しながら A 型だなと思ってね、今情けなくなっちゃいましたけどね。でもまあいいじゃない、卒業式ぐらいは。うん、何も ああいうものにするとねまた問題出てくるんだろうな。でも着物なんて言っちゃうと着物を競い出すからね、着物を競い出すと今度は大変だからね、お金がねえ。うん、晴れ着だなんていうよりはまあこうやって普段着で卒業式ができるといいのかな。僕の母校も40周年、中学校ですけどね、40周年を迎えましてね、うん、中川中学校、葛飾区立中川中学校ですけどね、僕は20回生なんですよ。もう20年経つんだね、中学卒業してから。あそこも今やんないのかな、校門出てね、正門出て前の通りまでね、細い通りがあるんだけどね、両側に在校生がこう並んでね、こう拍手で送り出してもらった覚えがありますよ。で人気のある子はね、みんなもうボタンなんかちぎられちゃってね、俺なんか何にもなくなっちゃってほっといてくれ人のことはまあほんと懐かしいな。どんな卒業式だったのかな。今ループ橋の真下にありますからね、目印はまあループ橋なんですけど、次回のセイヤングですけども大阪からお送りします。大阪の OBC ラジオ大阪から、ループ橋じゃない、ハープ橋だ、大阪の OBC ラジオ大阪からお送りする予定になっております。このところ体調崩しやすい状態になってますんでね、きっとなんか数週間前にも熱で寝込んでた私のマネージャーが今週も熱で寝込んでおります。今頃はくしゃみをしている頃だと思います。でもかなり深刻な熱が出てるんでね、まあ、本当に体に気をつけてくださいよ。人のことは言えませんけど、本当に今週も最後までのお付き合いありがとう。また元気で来週お会いしたいものであります。さだまさしのセイヤングアネックス、この番組はリクルートがお送りしました。